に向いているに向いている。場合場合成功する成功する協力する協力する健さんは教えるのが上手だから学校の先生に向いていると思います。あなたのクラスの中で誰がリーダーに向いていると思いますか？それはなぜですか？今の自分がどのような価値観を持っているか、しっかり自分を見つめてみることが大切です。まず、あるがままの自分を見つめてみてください。他の人と取り組む場合は、他の人の意見も大切にしてください。このプロジェクトを成功させるためには、お互いの協力が必要です。大学にいる間に運転免許を取りたいです。両親は私にアルバイトをさせてくれませんでした。うちの親はあの大学に行けばいい会社に就職できると思っているんです。相手に分かるようにゆっくり、そしてはっきり話してください。